定期試験対策、敬語、過去問抜粋問題この動画はテストに出やすい問題と答えをひたすら読み上げていく動画です再生速度を調節しお使いくださいなおフルテロップですのでミュートにしてもお使いいただけますでは始めます次の敬語の種類を選びなさい「僕の机です」 ていねい語先生がいらっしゃるい尊敬語先生にうかがうう謙譲語お茶を飲むえびか語とてもおいしいえびか語お客様がお越しになる 尊敬語外へ行きます。あ、丁寧語。意見を申す。う、謙譲語。先生の絵を拝見する。う、謙譲語。外をご覧になる。い、尊敬語。先に 召し上がりください。い尊敬語。市長が野球をなさる。い尊敬語。初めてお目にかかる。う謙譲語。こちらから参ります。う謙譲語。ごめんなさい。え、美化語。明日は雨でしょう。 丁寧語次の文で使われる敬語が正しいかどうかを判断し間違えていたら正しい敬語に直しなさい先生がお話しする×お話になる県知事にお会いする○〇教授がこちらに参った×いらっしゃった お,越しになったお客様に案内申し上げる丸お客様にご説明なさる×ご説明いたす先生は私のことを存じ上げている×ご存じだ市長が大切なことをおっしゃられる× おっしゃる、おっしゃられるは二重敬語になってしまうため括弧の中の言葉を特別な言い回しの敬語に直しなさい先生の書かれた絵を見る拝見する友人の家でご飯を食べるいただく先生がこちらに来るいらっしゃるあなたに 一言言いたいた申し上げたい先生が僕の意見を聞くお聞きになるお客様が庭を見るご覧になる以上で問題を終わります正答率9割を目指して頑張りましょうなお概要欄にある「 超高速解説を一緒に使うとより効果的です。ぜひ、高得点目指して頑張りましょう。